名称が揃ってこだわった日本シリーズの必勝法、それが第2戦最重要節。第2戦を勝てば翌日の移動日を気分よく過ごせ、3戦目に挑めるためシリーズの流れが変わると川上哲治監督が唱えたこの説は、球界の名称に受け継がれ、いつしか球界の定説となりました。なぜこの説が50年以上支持されてきたのか、それはこの数字が物語っています。第2戦第3戦を連勝したチームのシリーズ制覇率、その確率は約 93%。 平成元年から昨年までの日本シリーズ第2戦と3戦を連勝したチームで日本一を逃したのは、3連勝から4連敗を喫した1989年の近鉄のわずか1度。第2戦を制することで日本一の道筋は間違いなく見えてくるのです。この試合を見れば日本シリーズの行方が見える。今年の日本シリーズ第2戦は11月21日日曜日、テレビ東京でお届けする中継まであと3日。信じるか信じないか、日本シリーズの分かれ目、魔の第2戦を目撃するかしないかはあなた次第です。